どうもマサヤングのひとりごとチャンネルにようこそということで、今回はね、音に対する、もうねアンプとかに対する話なんですけども、音に対する考え方が完全にアナログになってきたという話をしていきたいと思います。で、このお話をするときに、切り離せないのが、Zoom ですね。Zoom ってその、テレビ電話というか、あの Zoom じゃなくて、エフェクターの方の Zoom ですね。で、Zoom のエフェクターとの付き合い、僕結構長くてですね、高校生ぐらいの時に、だから僕41なんで今、高校生だったら、まあ、20年以上前ですよね。その時にもう Zoom。10代とズームが混ざったんかな。ズームの、エフェクターってあったんですよね。ですごい安くて、ですごいいろんなね、コーラスやらディレイやらリバーブやらなんかいろいろ入ったようなマルチエフェクターがすごい安く小さくて、もうね、安い小さい軽い、これ僕の機材のモットーですから、その時からそうでしたけども、その時はそうでもなかったか、その時はそうでもないですけど、まあ今のモットーなんでね、今のモットーっていうのもまた違うけど、なんで、まあその時のズームもそんな感じだったんですよ。で、その時のズームってね、やっぱりちょっと歪みの音、空間系とかはやっぱりデジタルでなんとかなったりするんですけど、やっぱり歪みの音っていうのはどうしてもデジタルでは再現できないんじゃないかみたいなね、ところがあったわけで、やっぱりその当時のね、まあ、ボスとかのね歪みの方は全然クオリティが高かったりしたわけで、ズームのマルチエフェクターの歪みはこれは使えねえなみたいな感じやったんですけども、これ時が経ちですね、ちょっと型番忘れたんですけど、 G3 か多分それが多分大人になってズームのエフェクターを、違う G21NU とかや、わかりますか、 G21NU とかで、Zoom のエフェクターにまたちょっと興味持ち出して、で買って、であれね、アンプシミュレーターがついてたんですよ。で G21NU でそのなんて言ったらいいかな、あれそのアウトがそのアンプシミュレーターの音で確かね出せたんですよ。出してそのまま PA につないでライブしたことがありまして、あ、思い出すな、そういう使い方ができる、 Zoom でもね、そういう使い方ができる時代になったんやと思って、それね、すごい僕のメインチャンネルの方を遡ってもらったらあるんですけど、そんなことさせたらダメですね、ちゃんと概要欄に貼っておきますんで、その G21NE を使って、アンプなしでそのエフェクターから直で宅に行ってライブやったっていう動画貼っときますんで、ちょっと興味ある方見てみてください。でその時からちょっと Zoom の印象が変わってきまして、アンプシミュレーターっていいやんと思って、ちょっと Zoom に興味持ち始めて、で、まあ、結構もう本当にがっつり入れ込み始めたのがそのインスタとかに演奏動画、なんか本日のリフとかって言って、このチャンネルにもちょっと残骸がそのありますけどね、LINE 録音して映像も撮るみたいな、映像付きのやつを出すみたいなやつがあって、でそのやっぱ音ってこうね、この今 GoPro で撮ってますけど、 GoPro のマイクでこうで撮るよりはやっぱりその LINE で撮った方がやっぱ綺麗に撮れるし、その余計な部屋の反響とかが全然ない状態で、撮れたりするんで、クリーン撮れるので、そういう感じで、GCE3 っていうね、Zoom の、オーディオインターフェースでもうそのままブスッとギターさせて、でパソコンにそのままさせて、でそのパソコン内のアプリでなんか音作れるみたいなやつがあって、それ使って結構このチャンネルにもありますけど、インスタとかに投稿してた時期がありまして、いや、アンプシミュレーターも最強やんと思って、まあ、別にズームに限らないんですけど、いろんなとこから出ているマルチエフェクターのアンプシミュレーターあったらもう実機のアンプいらんのちゃうと思ってたんですよ。でその時の練習用のこういうアンプってね、そんなに気にかけてなかった。でしかもね、このチャンネルで一番多分
再生されてるそのワイヤレスアンプを比較するみたいなやつで、そのワイヤレスってもう最強やんみたいな、お前どんだけデジタルやねんみたいな感じなんですけど、あのワイヤレスねもうシールドなくて最強やんみたいな感じの時期があって、で、ワイヤレスでねやってたんですけど、本当にでも真空管の音をあなた知らなくていいの、あなた知らなくていいのっていう、なんかそういうのに駆られましてですね、もちろん真空管のアンプっていうのはスタジオに置いてあったりしてそういうのを弾いたりはするんですけど、その普段練習するアンプが一番音を聞くわけじゃないですか。そこでそれでその真空管を使ってないアンプ使ってないのに、そのアンプシミュレーターでその擬似的に音作ったのを聞いて、本当に君いい音作れるのっていう風なこう疑念が生まれてきて、最近のこのねあのアンプを買う人になったわけですね。はい、で、まあ、現在の結論としては、あの練習アンプもね真空管必須ではないかと私思っております。なんでしょうね、全然違いますね。やっぱりそのやっぱりそのアナログ回路とそのデジタル回路っていうので、なんでしょうね、そのまあ詳しいことは知らないですけども、やっぱりアナログってその偶発的なことが起こるにそうな気がするじゃないですか。詳しいことは僕も分かんないですけども、まあ、それってなって言ってしまいましたね。それってね、あの人生とすごい似てるわけですよ。だからね、何が起こるか分からないみたいなところがすごい、その練習しててもデジタルやったら少々なんか変なこうねピックの当て方しても、まあ、それも綺麗に出してくれたりするんですけど、真空管やったらその汚い当て方、ピッキングの当て方したのがそのまま出るみたいな、そういうダイレクトさがすごい良かったりとかしますね。うん、で真空管の音がねまたあったかい、すごい、なんでしょうね、真空管ってもうオーディオの世界ではもうすごいね、ちょっと遅れてるというか、もう真空管っていうかそのオーディオの世界っていうか、オーディオの世界ぐらいしか真空管が残ってないらしいんですけど、まあだからやっぱり音とね、やっぱり密接にそういう関係した、特にギターアンプとかはね、関係したもんなんでしょうねっていうことで、ちょっと長くなってしまいましたね。ということで、真空管最高ということで、今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。